こんにちは。息切れ。今日は鮭を焼く。蒸らす。もう多分炊けたもので蒸らします。今から10分間。そして先ほどですね、新しい網に鮭を乗せてちょっと焼いとこうと思ったらですね、案の定つくかなと思ったんですけど、つきまして、裏返したらこんなことになりまして、だけど私は負けません。ほぐしながら食べていく。鬼があるって、お肉持ってきちゃった。お肉分けてもらえるんですか？自分のは自分で食べる。ダンゴムシがいっぱい出てきちゃった。ちょっとこれちょうだい。あ、ちょっとダメです、ダメです。ちょっとまだちょっとやめてもらっていいですか？美味しいとこちょっとこう、お醤油かけようかなと思って。お塩じゃなくて？お塩がなかったに塩コショウしか。もっと来るわ。いや、いいです。あるものでするという私の流儀なので、ちょっと焼かしてって言って半分以上取りますよね、きっと。そんなところで、はい、これ一切あって、二切れだけ。一切れだよ。え、一切れ。でもこのご飯も食べてみたい。ダメ。なんで？肉一切れに交換です。ちょっとやめてもらっていいですか？なんで？美味しい。鮭の方が。いやい。あ、ついていく、ついていく、ついていったらいいと思うに、みんなが。その間にこの肉を1個食べようと思います。ちなみにさっきのは、このうちの会社の社長夫人なんです。今のうち、入ってきちゃった。美味しい。急いで食べ過ぎた。何でもないです。食べてないです。そこじゃなくて、あっちの焦げたところ。スニッチ。あっちの。これ、うん、いけん、これ。育てとるに、さっきから。これにしてもらっていいですか？さっきまでお腹が結構で、もうケトンが出とった。何が出とった？ケトンケトン体ダイエットしてる。ウルトラマンの怪獣みたいな名前。ケトン体ピラカリカリになっちゃった。スクレも何にも出さん。バーベキュー楽じゃない？いいしょ。めちゃくちゃ美味しい。全部食べちゃった。半分です。半分。何ぐらい残った？食べたよね。やってな。うん。もう一個食べよう。喋りかけてるけど大丈夫？どうした？喉詰まった？美味しい。味わっとった。ごちそうさまでした。どうも。また。ナマステ。一人。また一人。キン。やる。やるの？行くよ。